忙しく過ぎていってる。片付くことを知らないこの部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきたみたいだ。まっさらなノートの上一文字目を書き出すようにして、期待感と不安感が混ざったリンクに浸した。どこかで互い違いに歩き出した。僕の両足はどんな未来のアスファルト積み締めていくんだろう。靴底を擦り減らしてドアの向こう側まだ遠くて期待してね。ドラッグテールに想像を追い越すような奇跡を描いてみせる。いつかきっといつかきっとね。一割だらけのめちゃくちゃな過去を振り返るたび未熟さに水がゆくなるけど、定規で描いたような将来の雛形を失う強さに、なぜだか僕らは近すぎに救われない。暗い部屋に鳴り響いた誰かの鼻歌、声ですぐに分かったよ、ずっとここにいたんだろう。君が僕に抱いついたいつかのラララ胸ポケットで密かに呼吸をしている夢ならば、必ず僕がちゃんと叶えておくよ。違いに歩き出した僕の両足は